はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月の80日って書いてありますけども。6月の80日本当の80日です ?30 日ですね。十日ですね。下が伸びちゃった六6月80日、ちょっとね、あいい日かもしれない。八十日え、木曜日、今日のパートナーはこんにちは、三浦康子です。はい、私の横には。大竹秀明です。よろしくお願いします。 はい。そして、木曜日は。はい。おじんおずぼんの高松です。おじんおずぼんの篠宮です。お願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。えー、ラジオをお聞きの皆さんは、はいまあこの放送は、あー1時から、はい、あ3時半はいまでですね。はいまあ3時半までですから、それを終わっ、その放送が終わったらですね、うん、あの近くの本屋さんに行くようです。<laughs> あ本屋さん今「芸術新潮っていうねあの月刊誌ですか、はいはい、7月号が7月号え特集は「とてつもない裸」っていうねえ一番この表紙の帯の上の方にはね書き下ろし大友克代さんのね書き下ろし短編が。 これは見見るるべべきき価価値値あありますそしてこの「とてつもない裸」っていうのが書いてあるんですけど赤い字でその下に「取り下ろし岡田和親」プロレスラーのプロレスラー岡田和親バイ篠山棋士そしてこちらもう一人はですねレオ斎藤レオさん。この方が のはこれなんて読むんですかこれね三浦やすこさんだねこれあ私だねこれとてつもない裸なんですか <laughs> もう説明するといろいろアマゲヌードにはなってないですこの表紙であのすっぱだかであの 飛んでる女は、みつ、まさかみつるじゃないです。よねまさか違います。これ、これさ、これ有名な写真じゃないですか。これだ、誰が撮った方だっけ、忘れちゃったけど、あの有名な写真じゃないですか。この写真、私覚えてますもん。もう、そう、一回見ただけで、忘れない。とっても有名な写真が表紙になってます。いや、しかしこの、ね、いや。芸術雑誌なのでね。日本のヌードの歴史みたいなのとか。だから、もう本当に。 ヌードでこう満載されてる。こうん、わけですかね。もちろん、荒木さんのやつもね、すごい,い,い写真ですけども。この中になんと。んとど真ん中に。うう。あら,あら。出ました。

風邪ひくねこれ。冬はもちろんだけど夏でもこれはちょっと風邪ひくね。お尻がすごい出てますね。すごいですね。なんかひょんなことからこういうことになってしまったんですよ。すごいあれですね。あの私のあの携帯にですね。あの三浦さんが沖縄で撮ったあの写真をあの送ってくれて。あ三ビギヌの写真ね。泳いでます。それでにほにあんたこれななの。 しからちょっと誤解したことがありましたけど、顔をこうやって指で広げたら、あ、なんだ、浦これは、すごい肌の露出量ですいやすごいですよ、綺麗です美しいですけど、まああのこういうことに関しては、干賞度の目の超えている太田さん、このヒップのラインとか、いかがですか。そうですねエロスの 肌見せじゃない方向でちゃんと,一応ちと白をベースにしたそのヌードと黒をベースにしたヌードがあって白い方はちょっと幻想的なファンタジーの世界まあヌードではないですけどねいっぱい服は着てますけどレースのワンピース着て、はいはい、半透明のレースのワンピース着ててすごくこう幻想的な雰囲気ですよねこれはこの写真はこうですけど、はい、あの現場のノリでもうちょっと とこう、角度つけちゃいましょうかとか、じゃこれが、ね、もうちょっといっちゃいましょうかみたいな写真は、この白いロンパースみたいなレースの、白の三角ビキニを着て、はいはい、白のレースのロンパースを着とって、うんはい、背中1回、これ、うんうん、ブラひもを外しましょうかってって、うん、だけど、ブラひも、ブラジャー取ったら、うん、その乳首は絶対見えない角度を取りますって言ったけど、絶対。 絶対に嫌です撮りませんああ、そうですか、そうですね、このバックショットのね、椅子にまたいで、こう、写真は、やの薄いもす。でもね、このカメラマンさんはね、うちらが全く苦手なジャンルの人で、あの、疎いじゃん、うちら、コスプレとか、ゲームの世界とか、そっち系の、でもね、そっち系では超有名なカメラマンさんらしくて、私、全然知らずに、その、 愛、愛知県 FM の方で、愛知の今、うん、アット FM っていうのかな、うんうん、昔の FM 愛知ですわ。そこで今、ラジオやってて、うん、ノリっていう役者と、うん、あの、白栄さんと、うん、ペニシリンの。うん、で、そこの、ラジオのノリで、うん、みっちゃん写真集出そうぜ、ゲラゲラゲラってラジオで笑って。うん たそのラジオで。そうしたら、白英さんっていうのはさ、ビジュアルの中でもすごい美しいじゃん。背も180ナンバーあってさ、顔もまあ綺麗で。で、白英さんの大ファンのカメラマンっていうのは、まあもともといたんですよ。で、その大ファンのカメラマンが、白英さんの写真集を撮った人が、まあその白英さんとのジャケットの打ち合わせかなんかで来とって、で、そのラジオの収録を聞いてて、で、あ、じゃあ僕がちょっとなんか探してきますよ、なんつって。で、まあうちら3人は特に 私は、うん、はいはいみたいな感じで撮ってきてーってみんなでゲラゲラ笑っとったら、うん、ちょっと本当に仕事を撮ってきましたっていうものでえー何してくれるーって <laughs> あちっと待って待って,待って<れ>何してくれるっていう話でなでなんかリアルになっちゃってそれでなんか、うん 話がさ、その、仲介しとるじゃん。人私たちが実際、芸術新庁の方とお話ししたわけじゃないもんでさ、間でどう喋ってるかわからんけど、三浦さんノリノリですって言っちゃったのかもしれんし、<ー>で、こっちはこっちで、芸術新庁さんがノリノリですって聞いとるし、るえ、わからん、もうどうなるかわからんっ、つって、まあでもやるやらん、わからんって言っとるうちに、スケジュールが全然出なかったわけですよ。写真集撮るですか、撮らん、あ、違う写真撮りますか、撮れませんか、言っとるうちに。そしたらある日、はい、撮影日決まりましたってなって、 えっっつってで、じゃあ衣装は、うん、と言ったら、いや衣装はまだ用意されてないのでつって、夜中に、前日の夜中に。うん こ、まさに今来とるような、ん、ちっちゃい三角ビキニとか送られてきて、いや、仲間と仲間と仲間とつって、おいって知らんべつって言って、で、それで、翌日とりあえず、ま、あ現場行って、断るなら断るなに、ま、あ一応、なんか、上に何か羽織らせてもらえませんかとか、ま、結構スタただあったっで、交渉だねって、現場にまず行くんですよ。そしたら、はじめまして、芸術新調のものです、つって、なんか編集長か、編集の方とかが名刺くれて、ありがとうございます、つって、え、事故の、え、 タイトルはですね、うん、とてつもない裸っつって、ヌード特集を出て、名刺もらったので、ヌードヌードな聞いてませんけどっつって。で、まず現場で私が急に不機嫌になるわけですわ、スタジオで。えぇ、ー、ほんなん無理だべ無理だべっ,つって。無理だべで、なっとって、それでまあ、スタイリストさんに色々衣装の説明からなんか聞いて、もう、三浦さんはこれが絶対似合うと思って、私、三浦さんに片思いするぐらいまで YouTube、もう寝ずに何日も見続けて、三浦さんには 私、片思いしてからちゃんと一軒ずつ店を回って、衣装を選びましたっつって、で熱量がすごくて、そて、まあ、したらもう、る、うん、をみたい,ない,やいや、いろいろね、まあ、そういうことはあったでしょうが、現実にこう写真があってですね、うんえー、特にこの黒い超ビキニ、そうですう超ビキニですね、着、うんえー、てですね。 アミタイツの、あの、スタッキング。でも、おしゃれはおしゃれですよね、スタイリングの。ちょっと、あの、サディズムか、マズヒズムか、ちょっとそれが入ってるような、イメージで、ね。まあちょっと、そうね、本当のなのか、リア、ルな生活感ないようにっていう。でもね、思うよ、あの、普通ね、 こういう格好をしたりこんな大胆なことをする人は芸人といえどもだよそれ相応の恋愛とかそれ想像の愛の変でつとか重ねて生きた証みたいなものがあってじゃあこういう超黒のビキニで撮ってみましょうやみたいなくだりが皆さんあると思ったりするじゃないですか。 何にもないもんね、君。何にもない。でもこの何十年間、何にもなしに。何にもない。何にもなしに、いきなりこう、一足飛びだよね、ここまで。だカメラマンも褒めてくれた。なんてなんつうのかな、日韓的でもないし、エロスもないし、うん、その、 ぬるっと素直な。うんうん、そこが一番いいんですっつ手て。<laughs> 下手に、へた<ー>に水も甘いも知ってたらね、どうしても色気が出ちゃうじゃん。色気がないがいいのっつって。そのカメラマンさんは変態だもんで、色気がなければないほど、その方、本人は、エロくてしょうがないってって喜んどった。あのね。 出そうとした色気ってね、やっぱちょっと気持ち悪かったりね、はい、ねなんかセックスシンボルみたいなのを言うと、はい、まあ日常はこんなんじゃないだと逆、逆に考えちゃうけど、帰、はいはいね、ってこの何もない。 で、ね、もうね、私のメイクにね、うん、これが2時間ぐらいかかるわけですわ。うん、もう、丁寧、丁寧にね、メイクをやっていただいて、まつげも何重に、なんかつけてもらったりとかいろいろ。でも、体に手術の後も何もないね。あ、<し>あのね、うん、そこだけは消してもらいました。あのね、盲腸の手術。盲腸のそこだけあるもんで、盲 <laughs> 腸, <laughs> 腸の手術だけはちょっと、あの、やっぱり見る人は見ると、あんまり良くないでって、そこだけ消してもらいました。で、その他は修正なしで、で一応やってもらって、ね。え、でも、あれだよね。 あのまあね、まあ盲腸を、はい、まあ切るような時代に生きた人ってことだよね、<う> <laughs> 時代背景的にはね、そうそう今、盲腸切る人、そんなにいないからね、盲腸を切ってね私が7歳の時 <laughs> い小学校6年、12歳の時切って、その時でも、もう医学は発達したので、傷は残りませんつってね、ね渥美病院で言ったのにね、うん、がっつり傷が残っててね、年食ったらどんどん傷がね伸びちゃって、伸びちゃってね。 いや、しかし、このま、ま、まばゆいばかりの白い肌。これ,ね、これすごいよ。カメラマンがうまいからね、うん、これね、修正なしでね、うん、なんかね、こういう肌の色になるようにね、うん、やっぱプロってすげえよ。うん、やっぱプロは、プロはもちろんすごいけども、このなんかけ、けなんか、こういうアワバババ,バッ感からやっぱりこんなものって生まれちゃうのかね、今話聞いてたらね。うん、ーーつって。うん それでね、ああ私ね、初めてね、ああモデルがね、ああなんつうのまあこれはお昼に話す話じゃないけどさ、モデルさんってさ、下の毛を全部脱毛しちゃうじゃん。んあの、ね、その意味がすごい分かった。うん、どうしてあのね、うんうん とっとって、こういうポーズしてくれとかさ、なんかポーズしとるとさ、そんなポーズなんか人間とったことないじゃん。特に私なんて。ハイヒール履いて、そんな腰をさ、ポコッとさ、びれなんかさ、ねじったりしないじゃん。すげえ疲れんの。で、そのうち、その最たるもんがここ、はもう判決出ちゃってんだけど、はじめのうちは、あお尻が出たなんて直しとるんだけど、疲れてそのうちどうでもええわって。なってくる、やっぱり。き、まだねじるもこの後ろの。 この後ろのパンティがちょっとずれてるのはそういうことなんですかもうね、もうね、よそれがね、深夜のく時入りで、メイクで2時間で、それで、もうや、これ、真夜中。なるほど。してんすか、夜中。真夜中の2時ぐらいに撮っとったもんで、もうどうでもええわ、たどんどんパンツが食い込んでいっちゃったの。そう。なるほどな。それで、あたしね。ちょ、三谷さん、これ、じゃあ、この下に三谷さん今持ってる何持ってない持ってない。衣装だもん、これ。あ、これ返すの 返すに決まって。え、そんな変態いやいや、いや、そうじゃなくて。欲しいいや、ほ、いや、俺は欲しくないよ、さ俺は欲しくない。俺別に。大竹愛してくれるかは、別ですね、感じ取ったけど。あ、そっちの意味で愛しとったそうなんだ。いや、違う、違う。そういう意味じゃねえよ。そうじゃなくて、こう持ってんなら、こう、ね、これだけの死体をしているわけだから。これからもしものね。あ、なるほど。 人生の上に置いて何かの時には机のね三番目ぐらいの引き出しからこれを開けたら今日はこれをつける日みたいなのが来るのかなとどうするこの水着着てこのマント羽織ってくるどうですかいやマントいらないいやい,い,いやいやこれこれも必要ですけど、うん、ちょっと鹿のズみたいな感じでちょっとゴすった感じのね小道具をあえてつ,つけとるで。 なんでマントつけてきちゃうんですかって見えない鎖につながれたポーズでどうですか出たそんなムードにしときながら怖い話やマントだけは取らないでまあね買わずなまあ今これね芸術新調の7月号ですけどねまあ買わないまでも。 まあ本屋に走ってこれは見たほがいいですね価値はこういうことになるのかとそうそう、ね、まあもちろんねあの他のもう,た、ね、もう卓州裸の特集ですからまあ見る価値あります、ね、ん私のところではなくてその他のところは本当に見る価値あります四十超えてこの体は、うん、<laughs> い。や私もその四十。 だから許してって。綺麗な体ですよ、これ。じゃあで、許すよ、これだって。それでさ、中本と一生懸命考えたの。いい年こえてさ、なんかいい気になって肌出してとかさ、世間からさ、すごいなんか叩かれたらどうしようとかいろいろ考えた結果、逆にケツが出た写真出そうっつって。そしたら、世間から叩かれた時に、ケツ出して叩かれたなんつったら、ちょっと、それで逃げれるじですケツを叩かれたなんつって、そう、それでちょっと、あの、逃げ道も考えとこうっつって、すげえ悩んで。 まあこれ、でも完全ヌードルにはなってなくて、ね、まああの、おっぱいも見えてないし、うん、しいあれですけども、ま,まあでも、あれよあれよという間にこうなったんだけど、実際にこういうふうに取られて、うん、本人がこれを見て、うん、雑誌を見てたとき、これはどうも、まあ、まあ、四十過ぎて、どう思ったわけこれは。これどういうふうに、本人には。 やっっって良かかかかたたとと悪結果は良かったですね、もうたぶん人生でこんな自分の体取ること一生ないと思うんで、あの記念でいいなと思って、まだかろうじて、もうあと10年前はね、本当、乳首も見せたかったぐらい綺麗だったでも綺麗いですよ。あの の40超えてぐらいの言い方にしろよ、なんか40、はいはい、過ぎてって、結構、<laughs> インパクトの強い言い方、私たちはね、はい、自分をちょっと自虐と面白さを込めて、45ってあえて40って言ってるん,んですけど お前は45って言えお前は十五って言う。私は自虐の意味も込めて、四十さって違う。お前、さっきお前四十って言ったとき、三井ピキッてきたのあるたはもっとピキッて来たのお前、三浦が。もっとなんかテレビのアナウンサーみたいに、なんかアラフォーノみたいな、なんか、もう無理っくり、もう無理くりオブラートに包んだような、そういう意見はうんでござますよ。そそそううう そう,えそういうのちょっと敏感に感じ取らないとね、えー、ああ<ー>、超、うん、えてこないなけゃうよ <laughs> <laughs> 刺すんだってそれまた怒られちゃうから <laughs> いや,ーいやーびっくりしちゃったおっさんがさ 新聞読んんのテンションで言わ、うん、一応頑張って撮ったらグラビアをさ、ね、超えててこれな,なってな <laughs> その言い方よでもねもう変な話だけどね町場のおじさんたちにねまあ俺か俺ぐらいちょっと下の喫茶店でよく会うんだけど、うん、まああのねまあそんな話ばっかししてるわけじゃないだろうけど、うん、あの政治家の女性の方が。 立候補してくるじゃない。その写真見てね、うん、ああ、こりゃ可愛いね、とかね。うん そんな話を町場ではしてるわけよ。あ、そうなんすね。ちょっとこれはいけないよね、みたいなね、感じで、なんかこう、そういうなんか、まあ、女の人にとってはね、失礼な目線だけども、もそうだよね、おっしゃいますよね。だから、これもね、町場のおじさんたちが見たらね。あとはね、やっぱりね、やっぱりすごく綺麗に撮っていただいてね、あスタイルもいいなって、自画自賛で言うのもなんですが、やっぱり、 顔が、顔だなと思ってさ、なんか、これ、一番最初にね、これね、誰に見せたかな、浜口に見せたのかな、この、まだペラの段階で、面白かったもんね、めちけのちょうど空き時間で暇だったもんね、もうどうせ出るって決まっちゃったもんで、あの、見したのよ。そしたらね、浜口がちゃんとね、私の顔をね、親指で隠してね、 んーってずーっと顔、ずーっと親指で顔隠しちゃ、外しちゃ、ずーっと見とった。うん。篠宮。お前だけだぞ、声出して笑ってんの、それ。わかるわかる自虐的な意味合いが、多少含めて、本人で親指隠してねって。だから、らかにそんなに笑っていいことでもないねん。 おでびで。一緒一緒なんて、ある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 ネタじゃねえ共感してもあるあるこう微妙な空気が流れるのはおかしいね。大田さん、大田さん、大田さん。大田さん、ほかちょっと本当にニーのページまっか見てるが、大田さん。じ斎藤レオさんが撮った写真でこんなのもありまえー、すごえ、何これ過激な写真も撮った。すっごくエロくないこれは同じカメラマンです。エロいな斎藤レオさん。セーラー服着た。 若い女のもんいや、レオさんにね、その写真撮る前に一回、一回会ったんですよ、写真のそのレオさんだけは、その写真、あのカメランつながりで、お友達、お友達で、白栄さんとかノリと一緒に、で、飲んだ時に、もううちらがちょっと遅れていったの、そしたらね、その斎藤レオさんっていうのがもう酔っ払っとってね、あのそれでね、あ、この人、もし撮られんならこの人がいいなと思ったのはね、僕はね、本当にお尻が好きでね、もうお尻を撮らせてください、お尻を撮らせてくださいっつってね、2時間ずっとね、お尻しか言わなかったの、単語。 でもすごいなと思って、お尻に対する情熱がね、うん、あのね、純粋すぎてね、笑えるなっていう。うんうん、もうね、すべての人のお尻が好きなんですって。高,高田純粋すぎるす、ね。部分に行くのはね、おかしいね。うん、高田純次と話してるだと、おたけ。あのお尻いいね。うん、なんだろうね。はい、うん、この、この、この角度、この角度。大 <laughs> 竹こっち来て。こっから見て。うん。 いいでしょ分かんない。なんだろうなんだろう意味はわかんないでか俺かんない。でもさ、おっぱいが好きとかお尻が好きって言うとさ、まあ女性。で。まあさ。女性を部分で見ちゃいけない。女性はさ、本当はさ、嫌だ気持ち悪いとかさ、いやらしいとかなるけど、あまりに純度が高いと、逆にね、あの、いやらしいとか感じなくなっちゃうよね。本当に純度が高い人を見た、見たなぁと思って、面白いなぁと思って。いや、でも、 あのー、友達にもお尻の好きな人いるんだけどね、うんうん、もうその、そいつもずっといろんなとこ行くと、お尻ばっかし褒めるのね、その人の、うんね。で、お尻ばっかし褒めてるうちに、うん、その女は落ちるときあるのよ。 もかも私、だって、お尻褒められたの初めてだもん、人生で、ひながたと、そのレオさんの2人だけだもん、人生で私のお尻褒めたの、<ー>それはやっぱ普通にテンション上がってくるもんう、ね、しいよ、まあ、ここにしてちょっと考え方がね、そんな女を部分でね、評価するようなって言ったら、も、はい、う、のとかねとかまあ心見てとかさ、中身見てよとか、いやだけど、お尻、お尻、お尻って、俺、でもでもそういえば歌使ってなかった。 お尻、お尻、いけつけつけしりしりしり、けつ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 大福、ちょうど大福。大福どうしたお前、あれ歌どうなったお前、そうだよ、きょの BGM はけつけつけ、しりしりしあ、BGM 忘れちゃった。ああ、そんな歌あった。あったじゃないね。やっぱしね、そういう部分って大事なんだよな。いや、面白い、純度を高めると、うん。 いや、面白いと思った本当に、うん、あの、悪い人に全く見えなくな、まあ、視野が、そこしか見てないっていうことだから、そいつにはそれしか見えないっていうことだよね。そついに、うん。その代わり、そこを見てるから、その、そこの部分の良し悪しは、そいつには一番よくわかるんだ。 らしい。そういうことだよな。でもその人は大丈夫ですって言って、うん、私はお尻がちっちゃいのが逆にコンプレックスだったし、で、なんならお尻キュッと力入れると、うんうん、もう、小橋健太みたいなお尻になっちゃうもんで、キ、うん、ュッと力入れたら、<laughs> ッピッピッ ュとやると例えが分かんないけど、プロレスラーですから、鉄筋がきュッとっとやると、そういうふうになるん <laughs> だったけど、なんかそうなんつうの、<laughs> もっとこう、<laughs> ポーズでもあるんだよね、うん、腰をちょっと出すとお尻が綺麗な形になるとか、<laughs> <ー>微妙ななんかがきっとあるんでしょうよ。<laughs> 三浦、この写真もそうだけども、今日あたりね、みんなでね、はい、集まった時の顎のあたりも前より全然シェンプルしちゃってるからさ、シャープになってるから。らよ多分ね、グラビア撮って褒められたもんでね、うん、ちょっとなんか、きれいになりたいって。うんうん 思っちゃった。思っちゃった。まあでもな、女性はね、まあまあ、40、四十過ぎてなんだけど、やっぱ綺麗になりたいんですよね。あら、フォーら、あら、あら、あら、フォーら、あ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 ら、いら、あ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 ら、